ボイラーリクガメのわさこレイディオ。はい、わさこらさわさのわさです。わさのわさですか。わさです。わささですね。わささですか。わさこさわらさ。はい、はい、というわけで第4ロックフェスが終わった直後です。本当にありがとうございました。お疲れ様です。盛り上がってましたね。いやもう懐かしい気持ちにもなったし、めちゃくちゃ楽しかったな。いやすごい良かったよね。なんかやっぱ3っていうのが良かったね。うん、ね、ほんまにね、ドアベイな気持ちで、うん、もう絵は、もう散らかすだけ散らかして帰ろうぐらいに思ってたけど、うん、こんなアットホームなことある？もういろんな意味で、うん、アットホーム、うん、なんか懐かしかったわ、3のこの。やっぱりな、だって3の景色、上京して以来、あれ企画やらせてもらった以来やんな、出るの。いやきっとなんかだからやっぱり1回ぐらいなんか出てるかもやけど、やってたと思う。久々にね、なんかね、嬉しい。あんだけ毎月やってたからか、うん、ちょっともう慣れてる感じが戻ってたから、そうそうそう、なんかはいはいここねみたいな、そうそうそう、今日もやろうかぐらいの感じやって、見渡す感じもすごい見慣れてて、ね、あれ初めてやったらもうちょっとなんかわわってなってたかもしれない。今日気づいた、あれカフェ1個なくなってるの気づいた。何にも気づかん。壁？あのこうやってみんなが見るところがなくなってんね、半分。そうで、それうちも気づかんかったんけど、会話に確かにやから広くなったやとか言って。ああなるほどね。そう。そう。でもなんか懐かしいなと、うん、なんか来た時のことをちょっと思い出すよねやっぱり、うん。スタッフさんも一緒の方もやったし。そうね。うん、が嬉しかった。ただやりやすかった。やりやすかった。びっくりしたわ。ほんまに、うん、リアルに1分で終わった。なんかね、もう大丈夫です。あんなにやらんでよかったもんね。うん、5秒でいけたって。あーサーキットっていうのも本当久々やったし、サーキットの鳥なんて久々ちゃうと思って、ありがたい話ですね、うん、残っていただいた皆さんも。そう、ね、最高に一緒に遊んでもらってありがとうございます。ありがとうございます。サンキューでございます。サンキューでした。ね、でボイラー4連チャン怒涛の中の今日が3日目、明日が 4日目、うん、明日が池袋アダムで高知生と橋口カナデリアさん、やっと言うようになったね。でもやっぱり一呼吸をかへんとカナデリア橋口になっちゃうのよ。なんで逆になの。カナデリアがやっぱりインパクトあってそっちが出ちゃうのよね先に。そうやん、橋口カナデリアさんでいいんちゃう。確かにな、カナデリアさん、カナさん、カナさん、明日言うたの。とボイラーのスリーマン、はい、池袋アダムです。ぜひ明日も気合入ってますから、はい、本当にね、長いセットなんで、うん、そうね、楽しんでいただけると思う、うん、長い公演のイントネーションに言ったな今な。長い公演誰も分からへんから聞いてる人。関西の人分かるとしんどい。弾き語りの人とかいっぱいいた公演やな、うん、はい、なのでぜひお待ちしております。で昨日からパーカーもね激売れですよ、もう皆さんもなくなんで、ほんまになくなるな、激売れ。でもほんまにでも結構サイズとかももうなくなるやつも出てきそうなんじゃないっていうぐらい、ほんとに数少ないんで、はい、これは誰もが着れるやつ。そうですね、誰もが着れる、しかも着る人によってほんとイメージが変わる、着こなしが。確かにそれすごい思った、ほんまに思ったわ。今回だから黄色っていうのが初めて出したやん、がギューが来た時はまあなんやろ、かわいい感じになるよ。言ったらあのピカチュウみたいにホモになったし、ピカチュウなったし、なんかゲーム黄色じゃない方がいいよな多分。ほんまにグレーとかの方が似合うかな。いや、うちもグレーほんまに似合わんねん。いやいや、いけると思う。いやいや、グレー似合う。なんかうるさすぎるやん。いや、もうあの言ったらスターもこんな色とかで着るから、まあ、確かに。いやいや、言ったらあれやな、カイちゃんにはめっちゃ悪いけど、天体のカイちゃんみたいな服装やなって思う。あの派手な、ここまで派手やったらもうどうでもええの。自分としては、うん、そうやな、もう自分としてはそう、コーディネートとかのそういうことじゃないの。自分としてはそうやな、似合ってる似合ってる、何でもええやって。あんまり最近鏡見る回数も減ってきたの、もうはいはい、いけるでしょみたいな。ストッパーがないのよ。でも大丈夫、大丈夫、ね、うん、大丈夫、大丈夫。あまりにもあれやったら誰かが止めてくれるって信じてるし。いや、言われて言うてるけど止めてる、止められてた、すでに。けど、まあね、とりあえずギューンが来たらこう、まあ騒がしがになるけど、まあそういう着こなしもできたり、昨日やからさ、
男のお客さんたちも来てたけど、シャレやったり、うん、今まではコネクトティーやっぱり黒やったから、うん、黒にそれ黄色着たら、そうね、そうそうそう、え、そんなおしゃれに着れんのっていうのとか、うん、着る人と着こなしであんなに黄色がいいんだなって思って、そう、黄色素直にいいと思います。なので新色なので、うん、黄色、グレー、黒、うん、しかも意外とダボットも着れる大きさってちょうどいい大きさ、うん、なのでほんまね、カフェフェスカラー売ろうかななんて、うちらカフェフェスカラーなんかあるので告知楽しみにとか言ってたんけど、うん、ちょっと先走っちゃった、ね、走っちゃいました。もう届いたもんだから、そうなんですよ、もう昨日からです。もう明日も買えますし、はい、カフェフェスではぜひ皆さんあれ来てね、はい、高めていきましょうよ、皆さんで、はい、はい、というわけで、コミフェスがもう少しですね。そうです、もう1週間切ってるか、ね、あー終わってまうんかと思ったらほんまにちょっと悲しくなった。楽しみすぎてコミフェスの話、うんうん、コミフェス楽しんでもって楽しんでもてるもほんまに先に寄ってんな、すでにカメフェス中、いや終わってほしない思いながら過ごすんやろうな、まあ、それはそうだろうな、もう当日そうね、うん、うわー終わってもんかってもう思ってるもん、うん、楽しみそう、うん、でも始まった一瞬やもんな、一瞬やね、去年もマジ一瞬やったもんな、うん、もう1秒たりとも見逃さんとこう、うん、でもあの配信もあるのがやっぱちょっと嬉しいよね、そうね、その時に何回でも見れるしね、うんうん、しかもテストをしとったみたいやけど、そうそう、めっちゃいいらしいです今回、毎回いいけど、ね、うん、いいらしいです、アペちゃんが興奮しとったぐらい配信がちょっといい良さそうなので、うん、うん、ダブルでもいいです、ね、来てもらって配信も買ってもいいし、うん、お願いします。ね、何回も見直せるってやっぱりいいよね、うん、なのでどんどん買うてください、 E プラスのみなので、はい、ぜひ買い方わからない人は聞いてください。え、教えてくれるの？教える、もうそうなんや、買い慣れてるんですか？うん、だいたいパスワードわからなくてログインできへんパターンがいつもなんねんけどまあそこさえ、そこさえ乗り切れれば買えますのでぜひ皆さん11月27日、はい、カメフェス20216でもないアルトライブホリック通過以上総勢13組の仲間たちが出てくれます、うん、ぜひお待ちしてます、お願いします。とんでもないなんか続きあるんちゃうの、とんでもないとだけ言うて今ちょっと待っててんけどとんでもないなんか言うんかと思ってとんでもないだけ、あのとんでもない意気込みをね、うん、うちあの配信ページにだけ文章でめっちゃ綴られてるの、あ、そう、ね、それぜひまだあの配信とか言えばと思って、うん、サイト開いてない人、配信のサイトにあのカメフェスの詳細めっちゃ事細かにあの開催経緯とかまで、うんうん、めちゃくちゃ書いてるんで、あれはマジ読んでほしいですね、うん、まず読んで気持ち高めといてください、うん、はい、で思わず配信も買っちゃったってなっちゃって、 あれ読んだら多分 100% 買いたくなるっていうか、うんうん、お願いします、ほんまに12時間かけて書きました。さすが。また嘘ついてる。さすが。さすが。さすがって。何のさすがの。いろいろさすが。もう嘘ついたな、いろいろ。例えば。覚えてへん。もう自分の言ってること。今日なんかすごかったね。頭からなんかいい感じだったよね。何にも覚えてへん。よかったよかった。よかった。もううちなもうステージで言ったことは全部ステージに置いて帰るからもう、うん。かっこいいこと言うて。ほんまにかっこいいこと言うて、これ嫌な意味で言うて、かっこいいこと言うて嫌な意味で言ってよく聞こえた、悪い意味で、うん、いらんこと言っても全部置いて帰るから、家帰った時に何にも覚えてへんから、ほんまに、うん、責任転嫁してます、だからステージに、だから次の日も同じようなこと言う、そうやね、多分そうやな、一生繰り返すでしょ。ボイラーリフ画面をよろしくお願いします。全然説得力ないけど、まあそうですね、ほなみなさん、はい、ほなみなさん、わさこらさっさっさ、わさこらさっさっさ、また明日。